はい、これで完了しました。白浜 TV、 浜ゆっこです。ひでゆきです。今日も夫婦でお得な情報をお伝えしていきます。今日は iPhone データ移行、クイックスタートでデータ移行する手順を説明します。はい、じゃあ動画を見ていきましょう。どうぞ。左が今回買った SE で、右が今まで使っていた iPhone8 Plus です。右の iPhone8 Plus から左の iPhone SE にデータを移行していきたいと思います。新しく iPhone を買って設定を進めていくと、左のようなクイックスタートという画面になります。で、ここまで来た時に、この iPhone に今まで使っていた iPhone を近づけてください。すると、右の iPhone のように下からこういうものが出てきます。ロック解除して続けるをタップして、次に進みましょう。ロックを解除します。続けるをタップ。すると、右側の iPhone がカメラに向けてくださいという画面になりました。右の iPhone の青い円の中に左の丸い球体が入るようにしていきます。左の新しい iPhone の方でパスコードを入力してください。ここで iPhone から直接転送するか、 iCloud からバックアップしている iCloud にあるデータからダウンロードするかを選択することができます。iPhone から直接転送した方が早そうなので、 iPhone から転送を選択したいと思います。Apple ID を設定中が少し長いです。同意をタップ。続けるをタップ。 Apple Pay を今まで使っていた人は、登録していたクレジットカードや Suica をここで移行できるようです。ここから先はカード番号などが出ているのでカットしますが、画面の手順に従って進めていけばできます。Apple Watch を使っている人は、ここで新しく買った iPhone と Apple Watch をペアリングすることができます。続けるをタップ。どちらかを選択してください。ここもどちらかを選択してください。ここからが時間がかかるので、しばらく待ちましょう。お、やっと画面が変わりました。残り時間を計算していますね。あとはひたすら待ちましょう。はい、これで完了しました。ロックを解除すると、はい、移行されていることが確認できるかと思います。18時半から始めたので、約3時間かかったことになります。お疲れ様でした。iPhone のデータ移行ってすごい難しそうと思ってたけど、これを見れば、見ながらだったらできそう、私にも。お、よかった。なんかだいぶ進化したよね。なんか昔はなんかiCloud 使ってなんかね、ゴニョゴニョゴニョしてた気がするけど、今なんかもう iPhone 近づけたら急になんかね、ポコってなんか出てきて、でそっからなんか勝手に進むからさ、本当なんかすごいよね。なんか iPhone だけを使い続けてれば、なんかね、もうなんか楽だなーっていう、楽な世界だなって思った。私も昔自分で移行しようと思ってできなかったことがあるけれども、なんか今はもうあれなんだね、近づけたらポコって出る感じになってるんだね。ね、すごいね。簡単だった。簡単だった、めちゃめちゃ簡単でした。ね、てかそもそもね、今回ね、この iPhone 移行、データ移行したってことは、iPhone を新しく買ったってことだと思うんですけど、ちょっとね、iPhone SE を買ったんですよね。買いましちょった。と今撮ってる、これです。これです。この iPhone SE のカメラで撮っております。なんか1個前の動画から iPhone SE 使ってるんですけど、結構なんか音質良くない？音気の質もせい？いいし、画質も良くなったよなんかね。いい気がする。前が iPhone 8 Plus 使ってたんですけど、やっぱなんかね、いいね。3年、2年か3年ぐらい、差があるけど、だいぶ進化したね、iPhone。良くなりました。
あとね、なんで iPhone SE 変えたかちょっと本当はね、変える気なかったんですけど、なかったんですけど、ね、変える気なかったんですけどね、私が8プラスを落っことしてしまって液晶を割ってしまったんですよね。ね、もうほんとね、ほんと辛いよね、ほんと辛い辛い思わぬ出費が出てしまって、ほんとですよ、こんなケチケチの利益をね iPhone SE を買うだなんてね、もう買うかと思って買ったよね、うん、買いました、うんうん、っていうことがありました。ありました。悲しかったです。悲しかったです。でも逆に嬉しいことが起こりました買ってもらえました結構、ね、満足度高いね。高い、よかった、ね、うんうん、よかったよかった、うん、SE 本当におすすめです。使いやすい、うん、いい買い物だった気がする、はい、サイズ感もいい感じです、うん、はい、はい、というわけで、白浜 TV 今日も、お得な情報をお伝えしていきました。チャンネル登録そして高評価ボタンぜひともよろしくお願いします。またねー。